はい、こんばんは、島津です。皆さん本日は新しいホラーゲームで遊んでいきたいと思います。タイトルはスコーン、軽蔑といったね意味合いのタイトルになります。こちらのゲームね、まあ見てわかる通りかなりグログロしいゲームになってるんですけど、発表当時はねこれがね結構話題を呼んだんですよ。何この世界観とか、すごい独特なんですよね。雰囲気としてはエイリアンに近いものを感じるって思った方もいると思うんですけど、それもそのはずで、このゲーム自体はですね、エイリアンの造形、クリーチャーデザインで知られてるハンス・リュー・ディ・ギーガさんかな、うん、その方の、作品からインスピレーションを受けて作られてるんですよ。ストーリーについてはですね、実はこの時点で分かってなくて、主人公が目覚めたらこの世界にいたってところから始まるみたいなんですよ。で、ゲームをプレイしていく中でストーリーがねだんだん明かされていくっていう風になってるみたいです。ちなみにこれは主人公今寝てるんですよね。はい、まあそういった感じで謎が多いゲームになってるんですけど、プレイしながらねみんなと一緒にこのゲームの中、理解していきたいと思います。それではやっていきましょう。どっちが現実？こっちか。こっちが現実か。これがね、まあ主人公の、わぁ。手足以外はもう人間離れしてますね。果たして主人公自体は人間なんですかね？それとも別の惑星の、まあ生物っていう設定なんでしょうか？まあそこら辺がね、分かっていくみたい。それじゃあ行きましょうか。開かない。装置がね、装置っていうか何かが足りないっぽい。こっちではないと。こっちか？武器が欲しいね。このゲームね、武器もね、実はすごいグロいんですよ。そう、自分もね、そこを見たときね、わ、すげえ世界観って思っちゃった。なんかケーブルが繋がってる。多分ケーブルだよね。何の施設なんですかね、ここは。果たして。そしてこの主人公以外にも人間に近い生物っていうのは出てくるんでしょうか。そこも多分先に進まないとわかんないと思うんですけど、ちょっとした広間に出てきましたね。扉がある。開く？ここも開かない。ここ壊れてる。入れる？あ、いけそう。大丈夫？
敵はいないよね。で、見て、皆さん。これ何ですか？なんかのね、赤ちゃんのゆりかご的な感じがしますよね。雰囲気的には。おお、なんか、稼働してるもんがある。これ何？あ、手突っ込んだ。掴まれたんだけど。あ？なんこれ？ガジェットだ。ガジェット。多分、ハッキングとかに使うんじゃないこれ。多分そういったもんだと思います。こっちはいけない。これだ。これにアクセスするんだ。使う方向。すげえ。え？どうすんだこれ。方向。はいはい。使う。あー、そういうこと？あ、よかった。敵はいなかった。これが操作版ってことだけど、グロいな。グロいな、すごいな。じゃあ、もうやめて。でもね、すごい魅了される。唯一無二な気がするよね。最近、あら、そういうこと？あら、もう。もう一回。これね、急いで通り抜けろっつってるわ。解除したら。ほら、走れば間に合う。すごいでかい広間に来たけど、もうなんか廃棄されてる感じがするよね。大丈夫？なんか地鳴りがしてるけど。とりあえず上行ってみようか。さあ上に行くと、何があるかと思ったけど何もないわ。あったあった、レバーがあった。なんだこれ。モニター？ん？あ、主人公が映ってる。監視カメラっぽい、これ。監視カメラだ。使い方がいまいちわかんねえんだけど。はいはいはい、選択。ん？ちょっと待って。ああ、ここ、線路の切り替え板みたいですね、これ。どうやら何かを輸送するための施設だったのかもしれない。これでしょ？これを運ぶんだよね、きっと。違う？切り替えができないね。線路か。これは？また操作盤来た。引っかかってて開きませんね。引っかかってて開かないんじゃないか。二人いないとダメなんだ、ここ。多分。いや、違うな。これでロックを外して、そうだね。二人同時じゃないと開かないっぽい、ここ。なるほど。何すればいいのかね。こうなってくると。なんかまた別の装置が出てきたんだけど。これ卵？ん？あん中には卵が入ってたのかね。それを取るための機械。ここもまだ使えない。エレベーターあった？動く？動いた。
世界観がさ、独特すぎて、ね、理解するのがちょっと難しかったりしますね。操作盤ある。操作盤が2つ。あ、卵だ。取れない？取れないの？離すと？今回は戻んない。これだ。で、どうすんだ？こう？取れない。こう？どう？動く？動かん。下のやつ？これ？取った。ん？取れそうよ。取った。パズルだね、パズル。あー、わかったわかったわかった。多分ね、ここら辺の溶けていくんだよ。はい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 。理解した理解した。理解したけどむずくね。こうけ。動かん。これをあっちに持っていけばいいんでしょ？簡単に言うと。ああ、わかったわかった。これをまた戻して。違う、これじゃなくて、これを下に持ってきて、で、これをずらしてあげれば OK。はいはいはい。はい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 。ドッキング、どうや？これで、一旦離れて、こっちで。取る？割れたんだけど。いやー。使い方としては合ってるんだよね。でも、卵自体が劣化しすぎてて割れたんだ。多分そうでしょう。ここはこれでいいんだ。で、下に落ちたあれを回収すんだ。見当たんないね。あれを回収するんじゃなかったんですかね。ないか。ここにも落ちてない。まだ卵ある？ないよね、卵自体は。もうみんなあったわ、卵。よく見たら。ただこれつながってるタイプだ。どうすんだ？待ってね、これ。光ってる。はいはい。これ動かなくない？無理じゃねえか。こうか。こうで、こうで、こうで、こう奥まで持っていって、で、最後のこれどうすんだ？いや、どうにかなるか。こうで、こうで、こうで、こうで。あ、無理か。あれ、ちょっと待って。ちょっと待って。こうで、来た。これをこう、こう、こう。で、これを、こうで、こうで、こうやれば、よし、来た。いや、しんど。しんど。こう、こう、よし。完成。長かった。で、これも潰せば何かが起きるでしょう。潰れんですかね、今回は。潰れない？今回は潰れないかね。潰れんなよ。オッケー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 。いけるいける。いった。いった。え、手足が見えてんだけど、あれ。ほら。あ、人の顔もあるわ。今回は潰れんかった。これが正解だったみたい。動いてんだけど。動いてんだけど、あれ、あれどうなんの？あれの操作を下でやんのか。
卵ってわけではなさそうですね。なんか雰囲気からして成人だったよね、あれ。まあ、この世界ではあれをね、赤ちゃんという扱いをしてるのかもしれないけど。そう、世界観がね、もう全然かけ離れてるから、俺の理解が追いつかないんですよね。で、卵はここじゃない。あっちだよね。お、声が聞こえる。いた。だから、ここに積むんだよね。ここに積むんだよね。で、回収。で、下。で、使う。入れた。OK、成功。これで運べる。気味悪いね、みんな。生きてるわ。あ、こっち見てきた。こっち見てきた。え、すげえ、そこ掴んでんだけど。仕草がやばい。仕草がやばい。で、運ぼうか。やばい。独特だな、ほんと独特。引っかかった？いや、切り替えだ。待て。これ。死んではいないけど、なんかされたね。刺したでしょ。いや、どうにかして逃げようとしてるわ。うん。落ち着いた？落ち着いたね。なんか検疫かなんかじゃない、これ。検疫か、まあ、予防接種的なもんをしたんじゃないですかね。それにしても血みどろだよ。うん。検疫にしろ、予防接種にしろ。すごい血みどろ。これ表現がやばいね。うん、もう生きてるっていうのをこう実感できるわ。嫌がってる仕草とか、抜け出そうとするこの必死さとかね。すごく伝わってくる。いける？いた。で、例の場所に運ぶんだと思うんだけど、ちょっと待って。一旦出て、ルートが合ってるか、もう事前に確認しとこう。合ってる合ってる合ってる。このまま行くよね。切り替えももう成功してる。OK。適当に切り替えたけど、大丈夫そう。ここのエリアではどういったストーリーがわかるんですかね。なんか各エリアで、そう、ストーリー、テーマっていうのが決まってて、そのテーマを解き明かすことでストーリーがね、分かっていくっていう話みたいなんですよね。じゃあね、そこに、入りましょうか。終わり。こっちの機械はどれだっけ？これか。取れる？いや、違うな。待て。これ。これで、回収。こっち。あ、こっちで合ってる？合ってんね。で、入れてあげる。あ、引っかかりの表現もある。すげえ。で、これで終わりで、これは何のためにすくい上げるんですかね。はい。あ、はい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 。いや、待って。死んだ。
死んじゃった。てっきりさ、あの殻からきれいにこうすくい取ってあげてどっかにあの運ぶんかなって思ったんだけど、手が切断されたんだけど、で死んだ。作った拍子に死にました。あ、これこれ、ほう、手をゲットした。002だって。検体番号かね、この002っていうのは。ん？これで終わり？あ、そういうことか。この手を使って多分ここ開けるんじゃない？ほら、あ、違う、こっちじゃない、ないわ、こっちかな、違う、で、この、ああ、違うね。でも、この手を使うんだよ、どっかで。ここには入んないでしょ。どこで使うんだ、この手を。あ、そういうこと？あれじゃね？ほら、なんか、赤い丸点が。いや、違う、ここ？ここで使うんか？ここで使うんだ。はい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 。来た。ここでよかったんだ。で、これでもアクセスできるようになったんじゃない？ほら。来た来た来た。ここでアクセスして、これでいいんだよね。これで放置しといて、で、こっちでロックを解除する。そうすると、開くでしょ。ほら。来た。長かったぜ。よし、開いた。回収は？回収はできないんだ。ふぅ。やっと来たよ、みんな、ここまで。で、上に行くんだ。来た？上の階に来ました。うん。そうだね、大量の死体がある。敵は出てこんね、まだ。こっちか？あ、いける。いけない？いけないか。え、こっちにもいけない。え、どこ行くんだ？あ、いけるいける。ごめん、いけるか。ん？どっち？いけない？いける？いけそう。先に行けそう。あ、降りる。うん。何ですかね、ここは。また謎の施設っぽいとこに来たけど、なんか浮いた。お、どうすんだこれ。ほうほう、機械だ、機械機械。なんかよくわからん。あ、そんな感じ。卵を回収。あ、そこにセットか。オッケーオッケー。セット。これ動力源じゃない？動くんじゃないか？多分。そうだね、バッテリーだね、これ。はい、それじゃあね、本日はね、ここまでにしておきたいと思います。ね、ちょっとあの、パズル要素がね、多くて、戦闘まではいけなかったんですけど、
多分もう少ししたら戦闘とかもね楽しめるんじゃないかと思うんで、よかったらね動画上がった際はまた見てやってください。でまあ初見の感想としては世界観が半端ないね。唯一無二って感じ。これだけの作り込みしてたから開発に時間がかかったんでしょうね。そう、発表されてからね結構経つんですよ。これ5年以上は経ってたかな。そう、それだけね長かったんですけど、まあ納得しますよね。こんだけ作り込んでる上に動作もそんな重くないし、最適化も徹底的にやったっていう印象を受けますね。はい、それじゃあね、島津の、スコーンになりました。これにて失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。